こんばんは。そろそろ起きて。もう十分、あなたの寝顔を楽しませてもらったんだから、そろそろ起きている顔も見たいの。ね、起きて。早く起きないと、全部終わってしまうわよ。おはよう。と言っても、まだ深夜だけどね。あら、もしかして武器を探しているの？そんな物騒なものは、もう処分させてもらったわ。もう、そんなに恐れないで。それに、たとえ逃げても無駄よ。私はラミア。蛇女。蛇はとでも執念深いの。あなたが世界の果てまで逃げても追い詰めてみせるから。それじゃそろそろ始めるわね。これであなたを手に入れてみせるから。あら、動かないで。この針にはね、ラミア族だけが持つ毒が仕込まれているの。この針の量ぐらいなら命に別状はないけど、一気に打ち込めば廃人になってしまうかもしれないわ。私はお人形さんのようになったあなたでも構わないのだけど、それはあまりにかわいそうだもの。どうか動かないで。あなたがあなたのままでいたいのなら、ね。今からこれで、あなたを耳かきしてあげるから。大丈夫。痛くしないわ。むしろ、気持ちよくしてあげるの。私の愛を分かってもらえるようにね。気持ちいいでしょ。私、一生懸命人間のことを勉強したのよ。今までは人間になんて興味なかったけど、あなたのことなんだもの。頑張って勉強して、何をすれば喜んでもらえるか、調べたの。なるほど。やっぱり人間は耳かきが好きなのね。さっきから体がピクピク震えてるわ。これは喜んでいるということなんでしょ。
もしかしてあなたの仲間たちが心配なの？今はあなた自身がこうして魔物に触れられているのに優しいのね。でもすぐに答えてあげるのもつまらないし、自分で考えてみて。大変な思い違いをしているみたいね。私はあなたが憎くてこんなことをしていないのよ。むしろ私はあなたが好きなの。人間相手に一目惚れするだなんて思わなかったけど、どうしてここまで好きになってしまったのか私自身よくわからないけど、でも今こうしてあなたに触れて確信できたの。やっぱり私はあなたが好き。あなたも同じ気持ちになってくれると嬉しいわ。その感じだと毒が回ってきたのね。体の自由が効かなくて意識も遠のいてきたでしょ。さっきまでと同じように眠っているような状態よ。眠りに落ちる直前くらいが一番気持ちいいでしょ。この毒はね、そんな一番気持ちいい状態にさせることができるの。何のためか、わかるかしら？あなたに理解してほしいからよ。私の愛を。あなたはきっと魔物から好きだと言われても人間を騙すための罠とでも思うのでしょうね。でも私の気持ちは本物だから、これを伝えないといけないの。今の私は魔物ではなく、あなたを愛する一人の女なのよ。信じて、この気持ちを。どんどん気持ちよくなってるのがわかるわ。あなたはきっと屈辱を感じているのでしょうね。
魔物なんかにいいようにされて。でも違うのよ。私は魔物としてあなたをたぶらかしてるんじゃない。あなただから愛を持って奉仕しているの。お願い、もっと感じて私の愛を。もっともっともっとあなたを思う私の気持ちを。目を細めて、私にすべてを任せて、それでいいの。私はあなたを愛しているのだから。あなたも私を愛してくれれば、両思いになれるわ。とっても、素敵でしょ。喜んでくれてよかった。これで少しでも私の愛が伝わったかしら。でもね、まだまだこの程度じゃないのよ。私の本気は。それをもう片方の耳で伝えてあげないと。気持ちいいのね。嬉しいのね。ゾクゾクするのね。あなたの顔を見ていればわかるわ。私はあなたと言葉を交わしたこともなかった。知っているのは姿だけ。それで人を好きになれるなんて。不思議と思うかしら。でも、だからこそ、こうしていろいろなあなたの表情を見れて嬉しいの。
あなたが喜んでくれているのがわかるわ。きちんと耳かきができていてよかった。あなたに愛してもらえるような女になれてとても嬉しいわ。そうだったわ。そろそろ答え合わせをしないと。あなたの仲間だけどね。安心して。私は魔物だけど、あなたが好きだもの。あなたの大切な仲間を傷つけたりしないわ。ただ、あなたと引き離させてもらっただけ。安心したでしょ。今も無事だとは限らないけど。どうして悲しそうな顔をするのかしら。あなたには私がいれば十分でしょ。今さら仲間に会いたいの？他の人間が恋しくなったの？魔物の私じゃ不満？そんなわけないわよね。こんなにも私が愛しているのだから。私ほどあなたを愛している生き物はいないわ。この世界のどこにも。わかる？私のこの気持ち。あなたを一目見た瞬間から恋に落ちてしまったの。でも人間と魔物だからと一度は諦めたわ。でも諦めきれないものがあるの。私も初めて知ったの。恋ってこういうものだって。
あなたも喜んでくれているのがわかるわ。毒を使ってしまったけど、心まで操れるものではないもの。あなたが今私に抱いている気持ちは、あなた自身が持ったものよ。両思いになってくれるのよね。何度だって言わせて。私はあなたを愛してる。愛しているからこそこうして耳かきをしているの。決して洗脳しようとしてるんじゃないわ。愛を伝えて、それを知って受け入れてほしい。魔物だからってこんな気持ちを持っちゃいけないの。そうあなたが拒絶するなら私も諦めるわ。あなたの気持ちを聞かせて。私はこんなにもあなたを慕っていて、あなたのために全てを捨てる覚悟なの。人間に接触して何もしないで戻ってきた時点でもう魔物としてはおしまいよ。それでも私はあなたとの時間が欲しいの。あなたとだけいたいのよ。ありがとう。やっと分かってくれたのね。いいえ、ずっと分かってくれていたのね。それで今、私を選ぶと心に決めてくれた。私も桃のを裏切る覚悟はすぐにはできなかったもの。それと同じ覚悟があったのよね。ありがとう。大好きよ。ますます好きになってしまったわ。これであなたは私だけのもの。あなたのこの選択をとても嬉しく思うわ。だってそう言ってくれないと本当に廃人にして、私のお人形さんにするところだったもの。これでお互いに、一番幸せな形に落ち着いたわね。よかった。本当に。ますます好きになってしまうわ。
二人だけの道を歩んでいきましょう。大丈夫。誰も祝福してくれなくても進んでいけるわ。私にはあなたがいて、あなたには私がいる。